C.J. マッカラムこと、クリスチャン・ジェームズ・マッカラムは、アメリカ合衆国オハイオ州カントン出身のプロバスケットボール選手。NBA のポートランドトレールブレイザーズに所属している。チームメイトであるデイミアン・リラードとのコンビは、レインブラザーズと言われ、同カンファレンス所属ゴールデンステート・オーリアーズのステフィン、カリート・クレイ・トンプソンのスプラッシュブラザーズに次ぐ。 強力なオフェンス力を誇るデュオとして知られている。兄のエリック・マッカラムもバスケットボール選手であり、主にアメリカ国外の球団に所属している。NCWA でも無名である、パトリオットリーグに属するリーハイ大学に進学。2009から10シーズン、国内全1年生の中でトップとなる19.1得点をマークし、同リーグ史上初となる最優秀選手賞と、 最優秀新人賞を同時受賞した。一年生ながらチームを同リーグの優勝に導き、2010年の NCWA トーナメントに出場。一回戦でカンザス大学に敗れたものの26得点をマークした。リーハイ大学時代のマッカラム2年時には得点やリバウンドを伸ばしたが、フィールドゴールパーセントが大きく低下したことが響き、チーム成績も前年を下回った。 マッカラムは同リーグのファーストチームに選出されたが、最優秀選手賞はマイク・マスカラが受賞した。3年次に再びチームをリーグ優勝に導き、2012年の NCWA トーナメントに出場。1回戦のデューク大学との試合において、ゲーム杯の30得点を含む6リバウンド6、アシスト2スティールをマーク。75から70で同大学を破り、 第15シードだったリーハイ大学が第2シードのデューク大学を下す歴史的大金制の原動力となった。第15シードのチームが第2シードのチームを破ったのはトーナメント史上6回目の出来事だった。上述の活躍により2012年の NBA ドラフトでの指名が確実視されていたもののリーハイ大学に残留し最終学年を終了することを選択した。 ジャーナリズムを専攻していたマッカラムは、スポーティングニュースに、ドラフトを見送って進級する理由を記事にして投稿した。2012年11月25日の試合で26得点を上げて、大学通算得点を2226点に伸ばし、ロブフィスターの2224点を抜き、パトリオットリーグ歴代通算得点1位に到達した。 2013年1月5日の試合で左足を骨折し、同シーズンのシニアクラスアワードの最終選考者となるなど、有望と見られていた残りのシーズンを全球した。同年5月20日、リーハイ大学を卒業し、ジャーナリズムの学士号を取得した。平均23.1得点、大学通算2361得点を上げるなど4年間エーススコアラーとして活躍し、 パトリオットリーグ内にて2度の最優秀選手賞と3度のファーストチームに輝いた。また、高校1年時に158センチメートルだった。身長は高校卒業時までには190センチメートルとなり、大学入学時には74キログラムほどだった。体重を最終的に88キログラムまで増加させた。2019年2月25日。 リーハイ大学時代に着用した背番号3が永久欠番になった。2013から14シーズン2013年の NBA ドラフトでポートランドトレイルブレイザーズから全体10位指名を受けリーハイ大学出身者として初の NBA 選手となった。サマーリーグの5試合で平均21得点4リバウンドをマークし、 同年のルーキーに尋ねたアンケート内にてビクター、オラディポと共に、新人王予想第一位に選出されるなど期待されたシーズンだったが、プレシーズンを前にした2013年10月5日に、大学4年時と同様の箇所である左足を再び骨折させて、開幕から35試合を欠場した。二千十四年一月一日、D リーグのアイダホスタンピードへと送られ、同リーグ内で、 シーズンデビューを飾り、1月8日のオーランドマジック戦で NBA デビューを果たした。2014から15シーズン2015年3月5日、ウェズリー・マシューズが左足アキレス腱断裂により、離脱した頃、アーロンアフラロと競争する中で、出場機会が増加。プレーオフ1回戦のメンフィス・グリズリーズ戦で、得点能力を開花させ、第3戦で、 マイク・コンリーと衝突した際にコンリーの顔面が骨折するというアクシデントが発生するも第4戦の試合終盤に値千金の3ポイントシュートを決めてチームのスイープ負けを免れる勝利をもたらした第5戦の敵地フェデックスフォーラムで行われた試合では大ブーイングを浴びながらもシーズンとプレーオフの両方でキャリアハイとなるチーム最多の33得点を記録し トレールブレイザーズのプレイオフゲームにおけるベンチからの最多得点を更新した。2015から16シーズン3年目を前にして、ラマーカス・オルドリッチをはじめ、4人のスターターが移籍したことに伴いスターターの座を掴んだ。開幕戦となったニューオーリンズ・ペリカンズ戦の第1クォーターだけで22得点を上げ、キャリアハイを更新する37得点を記録した。 11月30日のロサンゼルスクリッパーズ戦で、キャリアハイの10アシストをマークした。デイミアン・リラードが欠場した12月27日のサクラメント・キングス戦では、キャリアハイの11リバウンドを含む35得点9、アシスト4スティールの活躍を見せた。同スタッツをマークしたのは2004年のケビン・ガーネット以来で、フランチャイズとしては29年ぶりとなるスタッツであった。 2016年2月12日、オールスターウィークエンドにおける3ポイントコンテストに出場した。同年3月26日のフィラデルフィアセブンティー・シクサーズ戦ではディフェンスを振り切って決勝点となるフローターを決めた。出場時間と平均得点を顕著に伸ばし、3ポイントシュートではリーグ8位の41.7%を記録するなど、 すべての数字を大きく伸ばしたことが評価され、同シーズンの MIP を受賞するなど、リラードと共にチームを牽引し大きく飛躍したシーズンとなった。2016から17シーズン2016年7月27日、トレイルブレイザーズと4年に1億600万ドルの延長契約を結んだ。12月20日のインディアナペイサーズ戦で記録した34得点の うちキャリアハイとなる7本の3ポイントシュートを成功させ、2017年1月1日のミネソタティンバーウルブズ戦では43得点を挙げ、キャリアハイを更新した。1月13日のオーランドマジック戦で26得点を挙げ、フランチャイズ史上3番目の長さとなる25得点以上の連続試合記録を8に伸ばした。 2月7日のダラス・マーベリックス戦では残り0.9秒からブザービー・イーターを決めた。同年のプレイオフではゴールデン・ステート・ウォリアーズにスイープ負けを喫したものの第1戦でキャリアベストとなる41得点をマークし、プレイオフで40得点以上をマークしたフランチャイズ史上8人目の選手となった。FG 成功率ガード部門4位、3ポイントシュート、成功率リーグのない。 フリースロー成功率リーグ1位になるなど、さらに得点能力に磨きがかかったシーズンとなった。2017から18シーズン2018年3月のマッカラムプレシーズンゲームにおいて、一度ベンチエリアを離れたために1試合の出場停止処分を受け、開幕戦を欠場した。2017年11月25日のワシントンウィザーズ戦の 第4クォーターに7連続得点を記録し、最大17点差をひっくり返す逆転勝利に貢献した。2018年1月1日のシカゴブルズ戦で、残り56.5秒からの決勝点を含む32得点を上げ、後半からオーバータイムにかけて25得点をマークした。1月31日のブルズ戦では、第1クォーターだけで、 フランチャイズ記録となる28得点を挙げ、第3クォーターまでにキャリアハイとなる50得点を29分間でマークした。30分未満の出場で50得点以上を挙げたのは、クレイトンプソン以来、史上2人目であり、1試合50得点以上を記録したフランチャイズ史上7人目の選手となった。他の6選手は、リラード、デーモン・スタウダマイヤー、ブランドン・ロイ、アンドレ・ミラー、 クライドドレクスラー、ジェフ・ペトリー。3月28日のグリズリーズ戦では、敗れたものの、ゲーム敗の42得点を挙げた。ペリカンズとのプレイオフ1回戦の第4戦では、チーム最多の38得点を記録するも、最終的にペリカンズにスイープを起死した。第6シードのチームが、第3シードのチームをスイープしたのは2003年のプレイオフルール改正以降後。 史上初の出来事となった。2018から19シーズン2018年11月6日のミルウォーキーバックス戦では、シーズンハイの40得点を含む6アシスト4、スティールと活躍し、チームも勝利した。12月12日のグリズリーズ戦でも40得点を記録した。12月23日のマーベリックス戦で、 キャリア通算の3ポイントシュート成功数を718本に伸ばし、スタウダ・マイヤーの717本を抜いて、フランチャイズ歴代5位になり、翌年1月22日のオクラホマシティサンダー戦で、キャリアハイに並ぶ7本の3ポイントシュートを決めて、通算3ポイントシュート成功数を756本とし、ニコラス・バトゥムの751本を抜いて、同歴代4位となり、 2月7日のサイアントニオスパーズ戦で7本の3ポイントシュートを決め、さらに通算成功数を779本に伸ばして、テリーポーターの773本を抜き、同歴代3位にまで浮上した。1月26日のアトランタホークス戦で28得点、10リバウンド10アシストをマークし、キャリア初となるトリプルダブルを達成した。 3月1日のトロントラプターズ戦で7本の3ポイントシュートを含む35得点をマークした。3月26日のスパーズ戦でヤコブ・パートルと接触した際に左膝を負傷させ10試合を欠場した。デンバーナゲッツとのプレーオフ2回戦の第3戦では4度のオーバータイムにもつれ込む激戦となりシーズンとプレーオフの両方でキャリアハイとなる60分に出場。 41得点8リバウンド4アシスト4スティールを記録し勝利に貢献した。2勝3敗で迎えた第6戦では30得点を上げシリーズ成績をタイに戻した。続く第7戦では決勝のステップバックジャンプシュートを含めたゲーム杯の37得点をマークし2000年以来となるウエスタンカンファレンスファイナルの進出に貢献した。 2019から20シーズン2019年7月30日、トレイルブレイザーズと3年1億ドルで2度目の延長契約を結んだ。10月27日のマーベリックス戦で、通算3ポイントシュート成功数を827本に伸ばし、マシューズの826本を抜いて、同力第2位にまで浮上した。11月21日のバックス戦で、 ゲームハイとなる37得点10アシスト6リバウンドをマークした。翌年2月23日のデトロイトピストンズ戦でシーズンハイを更新する41得点12アシスト9リバウンドをマークした。3月2日のマジック戦でシーズンハイに並ぶ41得点を記録した。2020から21シーズン2020年12月26日の ヒューストンロケッツ戦で決勝の3ポイントシュートを含むシーズンハイの44得点をマークし延長戦の末の128から126の勝利に貢献した開幕からの13試合で平均26.7得点5.0アシスト44.1%の3ポイントシュート成功率を残し好調なスタートを切っていたが2021年1月16日の ホークス戦で自身3度目となる左足の骨折を経験し25試合を欠場した後3月16日のペリカンズ戦で復帰した同年8月7日2018年からムッパの副会長を務めていたマッカラムがクリスポールから引き継ぐ形で同15代目選手会会長に就任した 3P からドライブインからのレイアップまで 多彩な特典方法を持ち合わせており、必要に応じて PG としてプレイメイクも果たす。一方で守備をやや苦手としている。b a s k e t b a l l r e f e r e n c e c o m ありがとうございます。